はい、こんにちは、かかむです。今回は木製の文房具で筆箱紹介をしたいと思います。試合ということで、木製の文房具で筆箱紹介は第2弾になります。ただあれからそんなに木製の文房具増えていないので、必要最低限のもので構成しました。そして学生の方、大体が1月7日から学校が始まると思うんですけど、寒い環境での勉強になると思うので、ちょっとでも寒さを吹き飛ばそうということで、温かみのある木製の文房具で作ってみました。ということで、まず一つ目はこちら、シールドのレーダーです。こちらは神宮宮益杉で作られたレーダーになっています。ご神木、神が宿されたものとされているので、試験とか受験とかにいいんじゃないかなと思います。続いて多機能ペンパイロットの 4&1 ウッドを入れました。こちらのインク、アクロインキになっているので、すごくね、滑らか、ジェットストリームとかと同じくらいの滑らかさになっています。まあ、滑らかすぎるっていうところもあるんですけど、気持ちいい書き味かなと思います。そしてジェットストリームと違うところが、このインクの色ですね。ジェットストリームの赤とか緑はちょっと暗めの色かなと思うんですけど、アクロインキの場合は結構鮮やかなと思います。そしてこちらはグリップが木になっています。だからね、冷たくないし手に馴染むっていうのも木製のいいところだなと思います。ではあと2つになってくるんですけど、どちらもシャーペンになっています。それではこちら、パイロットの S20 で 0.3 ミリになっています。 S20 は私は 0.3 が好きかなと思います。まあ、こちらはね、言わずもがなだと思うんですけど、書きやすいなと思います。ぶれなくね、安定して書けるなと思います。では最後はこちら、三菱鉛筆のピアモルトキャップ式のシャーペンです。こちらはちょっと金属が多めになってくるんですけど、まあ、キャップのところのみなのでこちらにしました。やっぱりこれは安定して書けますね。見た目かっこよくて高級感もあって、書きやすくて好きなシャーペンになっています。では最後に筆箱を紹介したいと思います。こちらはパイロットのソフト筆入れです。まあ、こちらは違う企画で購入したんですけど、今回の筆箱の中身と合っているかなということでこちらにしました。こちら革に見えるんですけど、革ではないです。ただね、こちら750円になっているんですけど、結構高級感あるかなと思います。で、中身はね、結構変わっていて、このようになっていますね。ペンを一つ一つ入れることができるので、高いペンを入れてもね、そんなに傷つくことがないんじゃないかなと思います。ここは伸縮性のあるゴムになっているので、こういう多機能ペンとか太いものもね、入ります。そして中身はこのように入れてみました。普通に使い勝手はいいんじゃないかなと思います。こんな感じで、ということで今回は木製の文房具で筆箱紹介をしました。寒い中での勉強は少しでも温かみを感じられるかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では。